皆様こんにちは。私はここ両国で商いをさせていただいております夜鳴きそば屋十助でございます。しかしそれは世を忍ぶ仮の姿、その正体は赤穂浪士四十七士の一人杉野十平次。吉良邸の動きを探るため夜鳴きそば屋に身を隠し諜報活動を行っていたのでございます。そんな折でございました、槍の名手俵星玄馬様が馴染みのお客様となられたのは、錆びてもこの名は錆びぬ男現場の心意気。赤穂浪士の影となり尽くす誠は槍一筋に香る誉れの元禄桜。時に元禄15年12月14日江戸の夜風を震わせて響くは山賀流儀の陣太鼓、しかも一打ちに打ち三流れ、思わずはっと立ち上がり耳を澄ませて太鼓を数え、おお、まさしく赤穂浪士の討ち入りじゃ、捨て立ちするはこの時ぞ、もしやその中に昼間は枯れたあの蕎麦屋がおりませぬか、名前はなんと今ひとたび。大手は彼が告げたいものと稽古襦袢に身を固めて断固蔵の袴、桃立ち高く取り上げし長屋畳んで後ろ鉢巻き目の鶴ごとく、投げしにかかるは先祖伝代俵壇上鍛えたる苦尺の手荒れを右の手に、切り戸を開けて一足表に踏み出せば天は幽庵地は外外たる白雪を蹴立てて行く手は松坂町。屋敷に来てみれば今打ち入りは真っ最中、総大将の蔵の助かかる折しも一人の浪士が雪をけたててサク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 、先生おお爽やか。いや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 、襟に書かれた名前こそまことは杉野の十平次殿、わしが教えたあの極意、命惜しむな、なおこそ惜しめ、立派な働き祈りますぞよ。さらばさらば、と右に左、赤穂浪士に邪魔するやつは、何人たりとも通さんぞ。橋のたもとで石突きついて、槍の現場にお立ち。
響けや山鹿の太鼓、月も夜空にさえ渡る。夢と聞きつつ両国の橋のたもとで雪踏みしめた。槍に現場の涙が光る。